タイミングで見ても安心なチャンネルになっております。ただ今日はね、あんまり安心じゃない動画になるかもしれないっていうのは見てください。これすげえでかいキャンピングカーで、今宵も旅をしております。ここは僕カナダ初めてなんでわかんないんですけど、マサ君のアテンドでなかなかこのルートはどんな感じですか。とりあえず今、折り返し地点はロッキーマウンテン、とりあえず10日間あるからさ、バンクーバー出発してロッキーマウンテン行って、ロッキーマウンテンから帰ってくるのを10日間と見て、で今は一応ねこの辺の観光をいろいろしてもらいたいから、オリンピックのあとウィスラーも見てもらいたいと思ったのよ。でそうなった時に、普段ロッキーマウンテン行く方向じゃない道、ウィスラーの方からロッキーマウンテン回って行ってもらおうという作戦なわけよ。で戻りは今度はアメリカ国境沿いを下を通って帰ってくるんだけど、でそうなるとガソリンスタンドが街とかハイウェイとかも結構あるんだけど、今俺が通ろうとしてる道は結構バックカントリーというか裏道、結構上級者が通るような、水がなかったりガソリンスタンドとか食料がなかったり電波がないような場所を、これから300キロぐらい通ってくる。まあ、RV があるから余裕なんだけど、でもね、普通のツアーの人では絶対に通らないような、そう、やっぱいいとこ通ろうとするけど、やっぱ不便なところをね行きたいから、とりあえず今回のマサツアーは不便なツアーということで、であと動物、さっきもそうだったけど、食い散らかしたやつとか焼肉やしたやつとかゴミとか絶対に外置いとかないように、はい、で子供が勝手に見えない場所に走っていくようなとこは絶対ないように、はい、いるっていう、クマとクーガーがいる、クーガーはちょっと子供とかアタックしたりするから、クマは基本逃げていくけど、で一応クマスプレーとベアバーンツで花火わ持ってるから、これから行くところほとんど全てそこだけ気をつけて、5人で帰るときも、はい、そんな感じです。ビレッジ、オリンピックがあったウィスラービレッジちょっと侵入しちゃおう。イエーイ、うわすごい。このウィスラービレッジみんな知ってるのかな。俺ウィスラーめちゃめちゃ有名、みんなここに来る、バンクーバーから。あ、モーターホームがたくさんいるね、みんなここで寝とんだ。車中泊 OK だ、じゃあ今来たか、いい、すごいモーターホームだらけ。ウィスラーで寝てるんだ、マウンテンバイクとか遊びに来てる人、あれがホテルで、左が山、山混んでる、平日よ、今日平日でもすごいよ、もうやっぱり平日の朝っぱらよ。これがウィスラーでした。見てこれ絶景で、今山道でちょっと忘れちゃいけないガソリンをちょっと忘れてるマサ君がいて次のアカンの街で入れる、うん、さっきもそんなこと言ってたけど ね絶対吉川さん、うん、そういうの言ってくれんと俺そういうのすぐ忘れる。いやもう分かるでしょ、3日目で俺が忘れっぽいの、俺が忘れっぽいの分かったでしょ、分かるけど見て目の前の車、あいつ使う、繋がってるよトラックが、あのガソリンさえ使う、使う、ああすいません入れさせてくださいってまあ今
車中泊場所から抜けて、こういう道を今日は3時間くらい抜けていく予定、予定は見て、もっちがあのダイナミックなハイウェイを通っていこうかなと思ったけど、裏道で、そう、次は裏攻め、目的地はロッキーさんです。うちらの目的地はで、土地勘も僕はないからわかんないけど、これは上級者編のカナダ旅みたいなので、とにかくね、今日の宿を今日中に探そうっていうミッション。カナダは水の国で、特に BC 州は水の国で、水道料金がタダでございます。マジ？マジで。軟水でどこの水も美味しくて飲めます。すごいな。水がただ。飲める水湖がある。入り寄りたいなと思って。寄ろう寄ろう。はい、スタンド、海外初スタンド。読めません。はい、あ、満タンは？満タン、セレクトマックスフィールアマウント、アダーアマウント、はい、何ドルか、何リッター入るかな、これこの車。120入るとして、今半分じゃけ、リッターいくら？リッターぐらい、今リッター2ドル、高っ。2ドル1ドル99これレギュラー？レギュラー2ドル？うん、じゃあ100入るんだよね、100ドル。あ、キャッシュじゃなくてもいいよ、カードでいいか。カードでいい、これタッチじゃん。オッケー、オッケー。でもこれだと200ドルもうカードで落ちちゃってるってこと？半分になる、ちゃんと入った分だけになる。うん、オッケー。ちょっとめちゃめちゃ惜しくいきたいんですけど、よし、じゃあ入れてますよ。よいしょよいしょ。やばい、もうちょっとハゲた、うん、ちょっと抜けたかもよし行こう、よし行こう。とりあえず町に行って、とりあえず今電波がないからあるとこまで行って、うん、で今日泊まる場所を探すっていうような感じにしようかな。あと寄れたらスーパーも寄りたい。一本道で道を間違えた。今日は安心安全だずっとまっすぐって言われて言ってたつもりが、なんか間違って逆方向に向かうっていう感じで、このショッピングモール、スーパーでね、カナディアンスーパーストア行きたいなと思います。お疲れ様でした、マサさん。絶景でした。めっちゃ眠いよ、もうね。ロッキー山脈に向けて今日は早く 寝るか、二泊するのか、その辺も未定だね。はい、3日目車中泊場所到着。シルバーサージ、セージ、セージ、セージ。
ークみたいな感じなところです。チェックイン、ここここでチェックイン。現金のみかな。何ドル。ストア、アイス、ポップ、アイスクリーム、まあ、とりあえずなんか売ってるみたい。感じ。松山。手編は途中で切れたからね。Yes. MATSUYAMA。酒も売ってねえよ、酒も。あ、酒は売ってない。ジュース。ドリンク。氷は売ってない。はい、チェックイン完了で止めました。アメリカン初めてだったんで、水と、電源。こういう感じで教えてもらって繋いでました。ほらこういう感じかな。これを回すってこと。でダンプがないんで、グレーとブラックが処理できない。ここゴミは処理できて、でもサイトはすごい綺麗、景色も最高。越しのまさかイエーイからのバドライト、いいね。ダンプは出るときにする感じじゃない、一箇所しかない。あ、あることはあるんだ。うん、じゃあしてこう。よし、まああのシルバーなんだっけ、シルバーセージ、シルバーセージ、静かで、そこビーチ見たくなって遊んでた人もいた、橋渡ってくるときね。うん、これがカムループスです。カムループス、カムループスっていう街。あ、ポスターも貼ってあった、カムループスってね。砂漠っぽい、でかい木が少なくて、うん、静かな街だね。酔っ払ったらね、隣のキャンピングカー突撃行くかもしんない。行くしかないよ。うん、I'm a Japanese heavy YouTuber って言って。はい、今日のめぐちゃんのお見立て、カナダのね、サーモンちょっと生臭かったんでフレークを作ってみた。ごま油とかもね、ごま油といいけど、海外そんなにごま油とか好きじゃないと思うんだよね。今日も背中がセクシーなうちのめぐみでございます。やめて、猿みたいな背中がアップで、みんなにさらけ出してしまう。 4K で撮ってます。やめて。おはようございます。おはようございます。4日目です。ロッキーマウンテン目指して、ここが何プールだ、場所がカムループス、カムループス、全然違った、カムループスで11時チェックアウトが今もう11時過ぎて、海元とジュアンの時差ボケが全く治らないっていう事件で、めぐちゃんも寝れず、僕も寝れず、ちょっと延泊しようということで今日は移動できません。でここでね、もう一泊して行きたいと思います。
こういうとこでね、昨日暗かったからあんまり関係したけど分かんなかったけど、ハールベイステーション、もうね、とにかくでかい。ティフィン、フィフスしかいないんじゃないのっていう感じ。基本二軸、なんかコンパクトでも二軸な感じで、スライドアウトばっかり。これもすごいんだから、これも本当に。よし、こんな感じです。じゃあね、今日はもうここでゆっくり滞在します。からノート、うん、ちっちゃここら辺で、そこは深いからもう足つかない。川、川で遊ぼうかなっていう感じ。キャンプ場所の目の前、この川がね有名みたいよ、この町。はい、今日はね川遊びで終わりそうだけど、めぐちゃん、うちらロッキー目指してるから、明日はねちょっと500キロくらいね、頑張ろうね、うん、今日いっぱい遊んで帰ね、昼寝させないってまさくんも言ってたから、今日はで9時10時に寝ると朝まで行けるっていう作戦立てたの朝。なんとかねミッションコンプリートできればなんていう感じでございます。まあ、どっかで2泊はしようと思ってたから、まあ、ちょっと前半だけど、ここでね、2泊しようかなと思っております。天気はねもう着いてからずっと最高、4日目にして常に快晴という感じになっております。ここからねまたロッキーへ向けては序盤みたいな山が出てきて越えていくっていう感じになると思います。ここから距離500キロ、まあ6時間くらいで着くんじゃないかなと思います。はい、会議のね時差ボケがマジで心配。4日目だけど日本のビタの時間でご飯睡眠とってる状態、16時間マイナスなんで、めぐちゃんの体力も限界に近づいてきてる状態ですが、ジュアンはねだいぶこっちの時間に慣れてきていい感じ。今日の作戦通りに行けば明日開演はだいぶいい感じになってる予定でございます。なんかサーフィンの下に棒がついててヒレがついてる、初めて見ました。なんか面白そう。知ってる人いたらコメントください。ね。ね、すごい見てて面白そう。すごいんですよこれ。見てて。なんかね。ほら。おおすごい。うん、おー冷たい。あー冷たい。冷たい。ちょっと待って。冷たい、帰れなかった。背中に氷入れられたみたいな。ママはいよ、ここオッケー、おはようございます。5日目朝、朝食も食べ終わり、散歩も終わり、これからね、ロッキーの方に向かってで走っていきたいと。今日はランドリーをやって水とダンプとグレーを、あ、まあダンプ系ねもやって向かっていきたいと思います。泊まるところは未定だけど6機の手前まで行く予定でございます。
るところは RV パークでフルフックアップのサイトとなってるのでね、レクチャーを受けてアメリカンのフルフックのセッティングがね、どれくらい大変なのかっていう感じなのもね、参考にしていただければなと。はい、あと1キロほどで今300キロほど下走ってきました。ロッキーがもう目の前ということで、今日のねサイトは情報によるとだだっ広いサイトになっているみたいでございます。いろんなねキャンピングカー、トレーラーもねいると思うんで、今日こそはね突撃していきたいなっていう、そう、もうザ・ RV パークみたいな、うん、そうですね並んでるやつよ。焼酎がないと勢いづかないっていうね、なめかじ直樹の弱点がさらけ出されております。チキンになってる、はい、チキン野郎だからね。うわーすごい、これもう、え、これみんな止まってるの？みんな止まってる、わーや。はい、本当はねここから絶景が見える、まあ絶景っちゃ絶景、ちょっと見えにくい GoPro じゃこういう感じ。芝生に近い方がいいかな、うん、見てください皆さん、この異常な光景。すごいよこれ、平日から皆さん、スライドアウト祭り。こんな中で戦って国日本車のキャンピングカーとか乗ってるコアなアウトドアファンいないかな。いないよね。内装の作りとかは完璧なんだけどな、雨漏りもしないし。すごい、このトレーラーの窓、後ろ全面両サイド、これもスライドアウト。します。あとで ED 行かなきゃ。ナンバーナインです。うん。ちょっと行ってきて、行ってこようかさ。はい。はい。4番、3番あたりだったけど、急に変えるって言ってきてってまさくんに言われて、チェンジナンバーナインって。行っていろいろ説明受けたけど 1% も何言ってるかわからないけど、まあとりあえず OK という感じの回になっておりました。なんかねぐちぐち言ってたけど、まあとりあえず9番で OK って言ってた。そんな、いや英語説明してた。こっちからこう言ってこう回ってねっていう感じな、ちょっとぐちぐちじゃない、うん、じゃあ9番とりあえず9番変更 OK。 はい、じゃあアメリカンのフルフック、うん、とりあえずじゃあ俺が口だけ出すから、うん、全くど素人がすぐできるのかどうか、はい、とりあえずダンプ、ダンプやるよ、まずダンプね、これこれ、うん、どうやって出す、その蓋を外す、これわお、で、うん、はいはいはい、棚棚取り出す、取り出す、あ、まあまあ長いね、長いの1本しか積んでないから、でここに繋ぐ、うん、蓋開けてね、それオスとメスちょっと確認してもらって、どうやって取るの、それパカって回す回す、あ、それそれそれ、ほらもうかかったもん、うんこ、うんこありますね、うん、どうしてくれんだよ、そうね、ほんま、まあ、手袋する人もおるけど、まあ洗えばいいっていう、オッケー、どっちが、はい、スケルトンを発見しました、これを先っぽにつける、うわ、なんかもう中も濡れてる、そりゃそう、まあレンタルじゃけしょうがないよね、そういうこと、そういうこと、
もう手洗うっていうの後で、もううんこついても全然ダメ、そんな。これで OK だ。うん、それで OK。 本当はここがこうくねくねならん方がいい。一回こう、ちょっと待って、外してこれだけこうやって回してつくはず。つかんね、つかんね。もうちょっと、まあいいか。くねくねならない方がいい本当はね。まあまあけどこれちょうどいい、グリーンってこう入るし、ちゃんと。うん、で最後こう出すときこう、うん、それでいいと思う。やってあげたもん、うん、うん、ちゅうさまんない、ちょいで、じゃあ、でとりあえずうんことグレーだけ今のうち最初に一回流してくでしょ、うんうん、使うでしょ。だってあと電源入れよう、回転、うん、電源これ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 、はい、で出ました。これつけんだよね。それです。そこにブスッと、でこれブレーカー上げるんじゃないかな。これもこれでも繋がった、逆じゃない、30アンプの方。うん、そっち入った、オッケー、オッケー。これ下がケッパでいい。あ、ほらジュアンが、ジュアンがそっち、うんち、うんち袋、ちょっと手洗うよ。はい、洗って、ウォッシュ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 で、ホースウォッシュウォッシュ。いや、銃汚いから、このやり取りを。ウォッシュウォッシュ、はい、ウォッシュ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 。いいの、熱っ。で、ホース、ホースがいるよ、ホース。はい、続きまして、はい、スライダーアウト出してます。で、ね、スライダーもやったんだよ、これ。どっちがどっちだっけな。そうだね、そうだね。おいねえね、うまい、さすが。はい、ジュアンはここにこれ刺すな、できる、うん、オッケー。初めての共同作業、初めての共同作業、4歳できるのか。あれ全然うまくいかない。いいんじゃない。 OK、 で水出して、満開、うん、まあ本当は今んか行かん方がいいけど、それぐらいでいい。オッケー。で、あとうんことグレーのタンクを空にする。うん、オッケー。スケルトン、じゃあうんこ終わった、え、うんこピーってやる。じゃあブラックピーってやる。ピーじゃないよ、こうじゃあよ、バーよ、バー、ここで。どこ行かん、なんかどっか行った。そうよ、あ、中からのスイッチじゃない、じゃない。オッケー。うんこもう満タン、うんこ満タン、両方満タン。じゃあ一回出しといた方がいいね。うん、うんこどこ、うん、やっぱりスライド後に。そう、スライドする前だった。で、細い方がグレーで太い方がブラックだから、じゃあブラックを、ブラックをまず開く、それバーを回す、上に、上に上げる、上げた、上げた、オッケー。で、ブラックはなんかこれ根元線っていうのがあって、反対側にもう一個根元線があるらしい。そっちを2段階だけないといけない。反対、車の反対だって。モジュラー側ダメだね、これ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 を開ける、引っ張るんだ。よし、オッケー、流れた、行くぞ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 。はい、流れた、続けます。はい、で次グレーを流し中。あ、グレーは綺麗ですね、やっぱ。で、グレーは開けっぱなしでいいかな、うん、止まってる間は。ノー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 、ちょっと触った、ちょっと一回ママに拭いてもらおうぜ。早く、やんじゃない、うーん、やるや、おいで、お腹痛くなったよ、早く食べるの、食べる、おいで、パパ、
ハズハズハズ。もうモーニング出したもん俺が。ありがとうございます。なんかパニックってたかな。パニック。ジュアンが触っちゃってパニック。俺も触っちゃって。うんこ。うんこ。大丈夫。きれいきれいで洗ったんで、まあ簡単かなって思います。慣れれば。ね、一瞬で終わったね。うん、もうアメリカンでいいんじゃないかなって意識関係。乗りたくてたまらないんでしょ。そう、アメリカンの安定感味わったらみんなアメリカン行くと思う。ああ、そう。安定感よく言うな。あんな大型、日本より大型のトレーナーとか100キロとかビュンビュン真横取ってもブレない。ああ、そうかも。俺は感動した。重いもんね、その燃費悪いし。まあ、燃費気にする人はね、キャンピングカー乗んない方がいいと思うんで、うん、またこんなこと言ったら炎上するからやめますよ、うん、じゃあ飲もう飲もう、うん、飲もう。じゃあもう次の日ってなるかもしれないけどねありがとうございます、まさくん。はい、レイちゃんお疲れ様でした。はい、5日前です晩ご飯。今日はね、まさくんの3分クッキングっていうことでね、だいぶかけた昨日とかね、一昨日は俺の3分ハンバーガーとかいろいろ作ってたの全部動画に残してないけど、だって完全に残ってない。運転も僕ちょっと今日してます、序盤。何の運転もしねえで飯も作らせて馬車馬のようにまさくも働かせてるように見えるけど、陰で動いてるのは多分僕です。めっちゃ動いてるよろしくお願いします。でソースがこのなんかイタリアっぽいクラッシコで、この今見た、すごかったね今これ今三つ口コンロ使ってんだけど、このサイズ感わかる？すごい中華鍋くらいの大きさのフライパンとすげえでかい鍋がこう並べておけて、もう一発こうちっちゃい鍋もやってもこうポテトが揚げれた、これ三つ口コンロで。多分ヨーロピアンだとこのサイズの鍋だと3つ置けるけど、もうこれだと1個で終わっちゃうかもしれない。はい、今宵はこれでやっていきたいと思います。晩ご飯は、はい、クッキングマサ作りました。具だくさんの野菜入りトマトチーズパスタ、いただきたいと思います。本格的、本格的ソース、ソースが本格的だと本格的になるね。この通さないよ、この通さ、スライドアウトすると手前側の人がすごいでしょ。音も全部出さない泣いてね。これ鼻いけて、うん、かわいい、うん、大丈夫大丈夫、そうすると元気になるよ。ここ、うん、いいよ、ここ、うん、ここ本当は編集として、うん、編集でできた。出発地がバンクーバーです。こうかな一泊目がどこ行ったっけ。スコアミシの方行った。こっちがこっち。あ、そうだ、なんか電線のとこだ。そうそうそう、スコアミシ、スコアミシ越えて、この辺の海いいね、海にいいねって言いながら上がってきて、うんうん、でウィスラー越えて、うん、めっちゃトレがいっぱいおるねっつって、こう行ってこう行って、ペンバートン行って、リロエって行って、こう行ってカムルーです、うん、今日の出発式だったね。うん、カムルーですで、明日は、あ、今日がここだ、ブルーリーバーで、カムループスから真上に上がっていって、ブルーリーバーらへんの、この辺のこの、ちょっと上で、これがロッキーマウンテン。で、このままこう上がってぐーっと明日マウントロブソンからジャスパーナショナルパーク。この辺で昼飯、
うん、うん、そうね、明日はだけランチというかサンドイッチとかおにぎりか作ってった方がいい、うん、で、下るで、バーバー、まあ、ここで、まあ、ここ見、明日のこのハイウェイが見どころ見どころ目的地の、うん、はい、急にですけど本日日本時間7月6日吉川めぐみ誕生日、カナダでは、あ、開けました、そう開けました、おめでとうございますカナダで今年の2023年は誕生日を迎えた吉川めぐみさん、おめでとう、ありがとう、シャンのパンも用意しておりますよ。え、めぐちゃんシャンパン飲める？シャンパン明日にしようか、これケーキ用意してるんで、まさくんが、まさくんいいっすか、うん、もう腹立つのめぐちゃんだけどね、はい、はい、いや、もうママおめでとう、うん、作る、うん、かわいい顔してママ誕生日おめでとうなんだって、うん、ちょっと待って、映ってるよ、あ、ダメだ、シナモンが、うわこれ長かったの、これ責任取ってよ、これはちょっと白いのも食ってよ、ちょっと、うん、うわ食べてみて、シナモン食べれる、うん、すごいよ、食べてみて、あれでなんか箸とか、知ってる、食べたことあるの、じゃあまさくこのこっち込みでいこう、こっちの方がうまいよ絶対、うわこれもなんか、え、こういうのしか売ってなかったの、うん、だってあのロールケーキも、あ、ロール、なんていうの、これバターロール、これはカナダ基本ケーキで、わーお、まあスーパーで買うとうん、でも見てて胸焼けしてきたよ、食べ、あのね、このゼリーの歯ごたえがもうゼリーあのこういうのってさりげない感じじゃん、なんか朝食バイキング、うん、ね、脳天に来るわ、ほんまにゼリゼリー、うん、ゼリーとイチゴと、うん、クリームとスポンジっていう組み合わせで思って食べるし、なんかこういうのなんかよくバイキングであるじゃん、わかるよ、見てこの厚さ、うんうん、味はね美味しいよ、うんうん、うまい、うん、美味しいけど、うん、もう見分けするこれで、うん、大丈夫、まさくんが責任取るからこっちはもう絶対どんだけ頑張っても無理、これは無理、食べた、食べたよ、食べたよ、どう、素直はい、おはようございます、おはようございます、安定の2人とも寝坊です、はい、二度寝、もう15分で出発です、はい、これ見てます、今ブラックじゃなくて OK、そうだね、トイレが向こうだから、そう、太いのがブラックって感じ、で、本当はここでブラックのトイレをちょっと流した方がいい、走ってます、で、こっち側にこの車元栓があるから、ブラックで元栓が1個とか2つあるのはマジでかいね、なんだこれ、ミスって飛び出てくることあるから、はい、はい、元栓2つともこっちにしてほしい、確かにね、で、グレー閉めて、グレー開ける、はい、これで終わりでございます、まあ、ホースも綺麗だからそんなに洗わんでいいでしょうね、そうでしょ、洗い物やってる最中でしょ、ねえ、こっちに入れるんだよね、
このままでも入る。入らん、入らんと思う。これは入るやつもある。一回閉めて、一回閉めて根元の左回し、白いやつ左回しじゃなかったか。でしょ。あ、ごめん、右回し。本当はね、ここに浄水器つけて入れた方がいいんだけど、ないから。何かな、これね。うん、そう、いけますか。入ってると思います。あんまり強くないです、シャッて、うん、OK。 まあ一応マックス近く入れとけばいいかな。何リッターかな、200ぐらいかな。うん、200ぐらいだと思う。OK、これであとホース終わって、これ終わって、あっちに終わりやな。準備ある程度できました。15分で今日はね、プルリバーあたりからバンフーっていうロッキー山脈の下の方まで目指します。途中でね、このジャスパーってこの93号線って意味なのかな、これ。ここがすごい景色がいいみたいで、ここで昼ご飯食べる予定なんで、ここまで、ね、運転してきます。今ここちょっと大至急出ないとね、やばい。よいしょ。ジャスパー国立公園、イエーイ、ナショナルパーク。どうも、なめかじチャンネル、直樹です。今回はね、お知らせがあります。9月にオフ会をやっていくと、いつものビアゲンビレッジで、日程の方がですね、9月の26、まあ、初めてのね、平日オフ会ということで、平日しかね、お休みない方もいらっしゃるんじゃないかということで、開催していきたいなと思います。26、27の1泊2日、料金の方がですね、1泊5000円になっております。チェックインの方はですね、お昼の12時から随時できますよと。次の日はね、もう流れ解散で行こうかなと思います。さらにですね、10月、こちらは金土日で、20日から10月の20日から22、3日間ですね。予定はね、15台くらいかなっていってて、おそらく20台くらいになってしまうんではないかなと。で、車両のサイズによってね、その貸し切りサイトとか、RV パークの方に行ってくださいとか、そういった形になると思います。こちらもどちらのサイトでも1泊5000円とやっていきたいなと思います。で、その日がですね、僕ちょっとある方をキャンプに誘ってて、毎年恒例になってきてるけど、あの方も来るんじゃないかなと。で、まあ、両日チェックイン12時ということで、今回はね、もう13台とか、10月の方は来てるみたいなんですが、結構ね、初参加の方が多いということで、コウスケさんも会ったことない方なんで楽しみですということで、まあ、参加されてた方も、去年とかね、グルキャンとかへ来られた方も、もしくは初めて来ますよっていう方も全然ウェルカムなんでね、一緒にね、楽しんでいきたいなと。あとね、応募方法の方は、ビアゲンビレッジの公式サイトの方から直接、ビアゲンビレッジに、なめかじチャンネル見ましたとか、コウスケさんの告知見ましたということで、参加表明を、申し込みしてください。もしかしたらね、台数にもうね、結構集まっちゃってるんで、超えちゃった場合はちょっと難しくはなってくるとは思うんですが、極力ね、入れ込みたいなと思ってますんで、ぜひね、皆さん応援しましょう。みんな来てください。はい、ぜひね、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。マウントロッポンラストプロビンシャルパークです。わかるかな、この景色。ラフティングもでかい。お父さん大丈夫？あんな近くに車で寝て大丈夫なの？ご飯食べて寝たいと思います。今日の晩ご飯はめぐちゃん何でしょう？今日は本当ないよね。はい、バンフ塗り絵置くぐらいだったらそれ置けよと思ってる。頑張ってね。頑張ってます。
何十人もね、はい、無事に一人でハワイ行ったり行ってこいって言われてやっとる。テンパりながら